文化人放送局の加藤&阿比留のなんだかなに、日本の尊厳と国益を守る会幹事長の山田博史議員が参加され、守る会についてコメントされていました。そちらのテキストをスクロールします。一時停止を利用するか、動画説明欄にリンクなどを貼っておきますのでご確認ください。まずはこの動画について所見を述べたいと思います。1. 守る会を一番喜んでるのは安倍総理？山田さんたちの活動を一番喜んでるのは実は安倍総理自身だと思うんですよね。これについては私もそうだといいなぁと思います。アイヌ新法あたりから左傾化が顕著になった安倍政権。安倍総理の内心は保守であると信じたいですが、それが幻か現実か。政権が終わってから、やっぱり反日総理だった、なんてことにならないように、守る会の活躍には期待したいと思います。2. 守る会は票に結びつかない？例えば、皇位継承問題やってないよね、と。野党ガンガン言ってるよね、と。それから、スパイ防止法やってないよね、と。メディアがガンガン批判するからやらないのか、ということとか、外国人の土地所有、取得、特に中国による。こういう問題も、なんか、尻切れトンボみたいになってるよね、と。こういった問題はそのまま票には結びつかないけれども。守る会の応援動画を何度か作りましたが、即座に再生数には結びつきにくい印象でした。どこに投票するかわからない人を相手にするよりも、利益を与える団体に、確実な票をもらう方が当選しやすいということでしょうか。私のいる会社でも関係のあるある党に投票しろとか投票済み書を持ってこいなどと言われることがあります。青山議員も団体を作らない、癒着をしないとおっしゃっていますが、そうすると確実な票がもらえない。政治家としては難しい面があります。国益のために頑張った政治家が報われて票が集まるような世の中になるといいと思いますが、そのためにもインターネット、SNS の発達が求められていると思います。3. 守る会は票に結びつく？確かに一人二人ポツンポツンと言ったり、ツイッターでやってもね、ほとんど消えるわけですよ。これが集まるようになってね、しかも総理とか官房長官に申し入れという形も取ったりとか、まあ新聞の扱いは小さいかもしれないけど、それはね、確実にそれを国民の皆さんに理解する人っていうのが出てきて応援団になる。票にならないとおっしゃったけど、僕はそんなことないと思う。山田博史議員に対し、加藤清隆さんは票になるのではと反論しています。私は守る会の存在があるから、2019年の参院選で票を投じました。これは先日の動画、虎ノ門ニュースグランプリでも感じましたが、常念氏、青山議員、百田先生は1位かドベというタイプです。逆に武田邦彦先生は安定して上位を取るタイプでした。政治家に向くのは前者だと思います。誰かにとってドベでも、誰かにとって1番なら票が入る。多くの人にとって2番なら票は入らない。N 国党の立花さんがこのようなことをおっしゃっていました。先日、和也氏が守る会を叩きましたが、応援する人の支持を固めた面もあります。意外と投票行動という意味では悪くないことだったのかもしれません。話をタイトルに戻します。以前出した動画、加藤清隆さん、虎八の出演終了タイミング、青山議員当選と同時期なのは偶然でも触れましたが、加藤清隆さんが最後に出演した虎ノ門ニュースで、青山議員を百田直樹先生の前で大絶賛したら、それ以来出演がなくなりました。例えば、10月1日から出なくなるということだったら番組改編かなとも思うんですが、7月と実に中途半端な時期です。
青山議員が当選したのはこの時期のため、それが原因ではと予想しました。次回動画では生田義勝さんの件と合わせて考えたいと思います。ああ、健康くんが応援したら守る会の票が減るなんてことにならないよう気をつけてね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。